いやもう吉尾さん、はい、どうでした今日は。いやなんかいろんな話が聞けて面白かったんですけど、まあ結果も何にも覚えてないですけどね。そうですね、もう本当ね、中身ないんですよ、何も覚えてないな。僕も歌詞してたもんね。あ、それはそれはいいよ。そこ本当に良かった。あのその思い出すのが大変だもんね、はい、あそこで大体ほらその瞬間はあ何分かんないと思うけど、うん、すぐ忘れちゃうじゃないですか。そうですね、それはね掘り当てられたから。僕はでも共通点が持ってたのが嬉しいです、ね、あソフトボール。そこか。なんかもっとあったよね。本番緊張する。本番緊張するとかさ。ソフトボール。復唱するとか。そういう。ソフトボール始まってさ。いや、嬉しかったわ、もう。今回でさらに吉尾さん好きになりましたわ。ありがとうございます。でもいろんな話聞けてよかった。ね、なかなかね、普段ね、喋らないもんね。イエーイ。何の家かわかんない。どうもありがとうございました。こんな感じで2時間お送りしました。ありがとうございます。